ことは G じゃなかった。G じゃないよ。サンフレットで D やから。なんだろ F や。F あ、F でいきます。F でいきます。やるし。いける。一拍 H 音ずれてましたね。全音全音全音半音全音全音全音 F ですね。この世に生まれて60年、あっという間のそれは出来事でした。昭和時代のど真ん中、僕らは生まれてきたんだね。何にもなかったけれど、人の心は優しかった。今の時代にないとは言わないけれど、どこかに忘れてきたようだね。そうさ、僕らは昭和の子供たち。テレビはもちろん白黒で、真空管切れたら映らない。チャンネル争い兄弟喧嘩、チャンネル取れて親父のげんこつ。いつも親父のおかずだけが一つ多くて偉いと思ってた。今の時代にないとは言わないけれど、どこかに忘れてきたようだね。そうさ、僕らは昭和の子供たち。金曜日の夜の8時にはプロレス中継みんなで見たものさ。力道山が外人レスラーに空手チョップを浴びせるその度に、皆で拍手をしたものさ。家族が一つになっていた。今の時代にないとは言わないけれど、どこかに忘れてきたようだね。そうさ、僕らは昭和の子供たち。遊ぶことにはこと欠かず、缶切りべったんビー玉下駄隠し、お母ちゃんが呼びに来るまでは帰らないのが子供のルール。弱い者いじめをした時は大きな人が叱ってくれた。今の時代にないとは言わないけれど、どこかに忘れてきたようだね。そうさ、僕らは昭和の子供たち。そうさ、僕らは昭和の子供たち。そうさ、僕らは昭和の子供たち。
ありがとうございます。皆さんも良いお年をね。早いでしょ、1月は行く、2月は行く、逃げる、3月は去るというてね、もうあっという間に、1年早く感じませんか？感じます。これはテレビでやってたけどね、なんでか分かる？ときめきがない。そうそう、ときめきがないですよ。で、子供の頃はいろんな変化があるから、夏休み長い、40日間長いけど、もう大人になって、もうね、働いて、毎日生活して、ときめきが全くない。だから1年が早いです。ゴロちゃんはなんか長そうやね、長い今年もあの、ぬらっと生きてくださいぬらっとありがとうございましたハゲ人間。
おおお、妖怪ハゲ人間。うちの死んだ親が言ってました。おばあちゃんがね、お豆をまくじゃ、俺は外と腹話術、え、俺は外と腹話、おばあちゃん腹話術って、あげてもゴール、あげてもゴール、かぶり物はしわが人生、あげてもゴール、あげてもゴール。生に悔いはなし、我が人生に悔いはなし。ありがとうございました。アニメ幕末でした。二度と会うこともないでしょう。この後はあの五郎さんに今日の出演者の皆さんも、またもう一回紹介していただいてですね、記念撮影を撮って終わりたいと思います。ありがとうございました。終わります。